トカチ加工橋より見たトカチ川、下流トカチ川と豊頃大橋豊頃町は、北海道トカチ総合振興局管内の中川郡にある町である。トカチ川の河口に位置し、トカチ地方の開拓が、トカチ川を河口から遡上する形で進んだ歴史から、トカチ地方発祥の地とされ、大津地区と呼ばれる川口住居地の中央近くに石踏みがある。春にれの木が、 町のシンボルとなっている。アイヌ語に由来するとされるが原理は不明となっている。幕末から明治にかけて活躍した探検家の松浦武次郎が表した、トカチネシには当地を指すと思われる、トヒオカの名称があるが、その由来については示されていない。また、アイヌ語研究者の長田法政や1950年版以降の北海道駅名の起源は、 豊かカオロという語が由来であるとしているが、いずれもその権威は不明としている。加えて、1947年版の北海道駅名の起源は、トエコロと書いているが、これについて山田秀蔵は納得しにくいとしている。十勝総合振興局東部に位置、太平洋に面する。十勝川流域及び太平洋沿岸部は平地で、その他の地域は丘陵地帯。 農業、落農、漁業が盛ん。畑作では、ジャガイモ、天才、小麦、豆、大根などを生産。大津漁港を拠点とする漁業では、鮭、カニ、ホッキ貝、シシャモなどが取れる。並行された学校と横路駅かつては、帯広浦幌館の路線バスや、帯広釧路館の特急スズラン号が、町内に停車していたが、2011年4月1日までに、 廃止された、エマカムイのみの都道指定庁の文化財、ありがとうございます。